はい、グラブサイドになりますね。グラブサイドは肘の曲げ伸ばしでキャッチしていきます。サイドのボールにグローブを出していって、ここから捕球していくときに肘を曲げていって、グラブを内側に入れていきます。この流れの中で捕球に入っていくと。これもしっかり肘を上げて、肘とグラブの高さを水平に保っていながら、サイドに動かしていくと。サイドのボールに対してクッと入っていって、このまま曲げ伸ばしで捕球に入ります。しっかりこの肘の位置がコースに対して外側に入っていくのが大事です。肘をしっかり来たボールの位置に対して、真ん中構えているところから外側に肘をしっかりずらしていって、ここで捕球に入ってくると。この肘が外側に出ていくことによって、グラブが内側に入るようになっていきます。これがフレーミング動作につながります。バットスキルとしては、肘を支点にして捕球に入っていくような動作ですね。ボールに対して肘が動かずにまっすぐ捕球に入っていくと、グラブが縦になるような動きになってしまって、ここで捕球していくと外側にグラブが流れやすかったりとか、ポケットが下を向いてグローブが下がるような動きで捕球してしまいます。しっかりボールに対して肘から外に入っていって内側に入っていくと、グローブが内側に入っていくと。これがグラブサイド、いわゆる右バッターのインコースのキャッチングになります。はい、アームサイド、外側のボールですね。これがアウトインの捕球になります。外側からグラブを中に入れていきます。こういうスライド動作で捕球に入っていく。大切なポイントは、ボールの位置に対してグラブを外側に出していくことです。ここをキャッチングのスタート位置にして、捕球する瞬間にグラブが内側に入っていくと。で、捕球で、そのライン上でグラブを止めていくというような動作になります。こういうのはちょっとポインターを使って、ボールのコースがここだとしたら、それのボール1個分、2個分、ぐらい外側のところにグラブを出してくると。練習の時には特にこの青コーンからまずグラブをセットして、で、トスはボールを投げてくれる人はこのボールのラインにボールをトスします。それをこの青コーンからスタートしてキャッチング。青コーンからキャッチングしていくような形。ここから練習します。慣れてきたらグラブをダウンさせて、ここからトスされた瞬間にタイミングを合わせながら外側から内に、トスされた瞬間に出して内に捕球していくような動作で、この内に入れてくる時にも同じくエルボーアップですね。しっかり肘とグラブのラインをキープしたまま入っていきます。そうするとグラブの横の操作っていうのがスムーズにいきますので、これはグラブサイドもアームサイドも同じように、しっかり肘を上げてラインをキープしたまんまスライドさせていくっていうのが大事なポイントになります。悪い動作としては、腕を伸ばすようにして内側から外側にボールのラインに向かって直線的にグローブを出すような動作ですね。これもボールがまっすぐストライクゾーンを通って捕球位置に来てれば、これでねストライク取れたりはするんですが、角度のあるボールとか、それからスライダー系変化球で外に逃げていくようなボールの時には、しっかりその逃げていく軌道上、ボールの軌道に対してグラブを外側から入れていくっていうのが大事なポイントになりますね。そうすると前の方のこのかすめたところをフレーミング動作でチェックすることができます。あとやっぱ特に醍醐味になるのがアウトコース低めの球ですね。アウトコース低めギリギリのボールに対しては、しっかりグラブをダウンしているところからボールのコースに対して斜め下からしっかり入っていくと。で、この時にはあの低めのね、ローボールのフレーミング動作と同じように、肘は今度グローブよりも少し上の方に入っていきます。アウトコースの低めに対しても、真ん中のスライドよりももっと肘を上げていきながら外側からフレーミング動作に入っていくような形ですね。肘がしっかり上がって斜めにスライドしていくというような形で捕球に入っていけると、このねアウトコースの最後の決めの1球、ビターンとフレーミング動作に入って、素晴らしいキャッチャーとしての仕事ができるんじゃないかなと思います。はい、ではそれから4つのコース、ロー、ハイ、グラブサイド、アームサイド、この4つのコースのフレーミングのドリルを紹介していきます。はい、サンドボールドリルですね。これサンドボール、あのね、皆さんに謝らなきゃいけないことがあって、僕これピッチングの強化期間の時に、あのドリルで使う道具として紹介させていただいて、あの100均で買えますよって言って、
500g で紹介していたんですが、これどうやらね 1000g でした。 1000g の、まあ、100均で売ってるサンドボールってエクササイズコーナーみたいなところにあるんで、これぜひね見ていただければと思います。これ 1000g です。この 1000g のね重いボールでよくトレーニングをしたりします。でこのキャッチングフレーミングもこのサンドボールを使ってまず補給していきます。まずローボールですね、ヘンズダウンしているところから、サンドボールをトスしてもらって補給する瞬間に手を上げていきます。肘からエルボーアップで補給していきます。ポン。大切なポイントはこのグラブを上げる、それから肘を上げるタイミングですね。しっかりギリギリまで手を落としているところから補給する瞬間に上げていくと、この手が上がっていく動きの流れの中でキャッチングのフェーズが入っていくっていうのがね大切なポイントです。これまあ逆に手を出すのが早かったりとか、まあ、ちょっとね練習でやってみてほしいんですが、手を上にセットしているところから低めにボールをトスしてもらって、これをここで止めるっていうのはなかなか難しいんですよね。やっぱり一回落ちちゃってから上げる、落としてから上がるっていうようなこうグラブ操作になってしまうんで、これだとやっぱり印象が悪い。しっかり下からグローブを上げていく流れの中でキャッチングできるといいかなと思いますね。ポン。ああもうちょっと難しい。ハイボール、グラブをしっかり下げたところから補給する瞬間に肘を上げながらグラブを体の近くに補給していきます。ポン。ここでもねしっかり肘をグラブ以上に上げていくことが大切なポイントになります。グラブだけ上げていくのではなくて肘から上げていって補給に入っていくと、これも真ん中にセットしているところからタイミングよく上げていって補給に入っていきます。グラブサイドの外側に投げてもらって肘をしっかり外側に入れていきます。パン。肘を外側に、ボールよりも肘を外側に出していって補給に入っていきます。グラブだけでボールの外側を取りに行くんではなくて、肘からスライドさせていって内側に入っていくような補給をしていきます。アームサイド、さっきの2レーンを意識して最初はこの外側からグラブをセットして、こっちを内側のラインに投げてもらってキャッチしていきます。これもしっかり補給する瞬間にスライドさせていくのが大事なポイントになりますね。ここも慣れてきたら低めと一緒でグラブをダウンしているところから内側のボールを外に入れてから中に入れていくと、もうしっかりタイミングを合わせて補給に入っていきます。遠回りに見えるかもしれないんですが、一回外側を経由して入っていくことによって角度のある逃げるボールに対応して補給していくことができます。次は肘の使い方を改善するドリルですね。こういうボール、サイズのいいものを肘に挟んで、でできるだけ胸の内側で挟みます。脇というよりは上腕の方ですね、手首とか上腕の方で胸と合わせて構えてきます。この状態での補給、肘とグラブが高さが揃っている状態での補給姿勢っていうのをチェックしていきます。真ん中のボールをしっかりこうやって肘を上げながら補給していくような動作をチェックします。これがなくなってしっかり、真ん中のボールをこの肘のラインですね、ここをしっかりキープしていけるように、脇が締まって手が前に出ていくような補給ではなくて、しっかり肘が上がって補給に入っていくと。こういったハンドリング操作、腕の使い方とか姿勢に慣れた後にグラブを使って補給に入っていきます。ロー、ハイ、グラブサイド、アームサイド、それぞれの動きしっかり習得した後でランダムでしっかり構えたところからスタートして各ボールに対応していくというような形を取っていけるといいかなと思います。はい、前回からフレーミングご視聴ありがとうございました。これからも引き続きキャッチャーのスキル解説していきたいと思います。キャッチャーのスキルで何か気になることがあればぜひコメントいただければそれピックアップしていきたいと思いますので、そちらもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。